ウクライナ、敵空港の空爆に成功と発表。戦闘機6機を地上破壊。制空権がないのにどのような方法で？自爆ドローンなど大量動員し空爆実行。ウクライナ保安庁 SBU は2024年4月5日、ロシア・ロストフ州にあるモロゾフスク空軍基地に対し攻撃を実行したとロイター通信など各国の報道機関に伝えました。この攻撃は SBU と軍が共同で行った自爆ドローンなど無人航空機による大規模な空爆のようです。SBU はこの作戦で計6機の戦闘機を破壊し、さらに8機に損傷を与えたと主張しています。同基地はウクライナに滑空爆弾で空爆を加えている SU-34 戦闘爆撃機が多数配備されている基地であり、実際に攻撃に成功しているのであれば、空爆を多少ではありますが、軽減できる戦果となります。なお、ロシア側はロストフ州に飛来した無人航空機のほとんどである約53機を撃墜したと発表しています。費用対効果的にはウクライナが勝利した形となった空爆か。効果で時間のかかる航空機や艦船をドローンでできるだけ破壊してほしい。それは日本にとっても利益になる。ただ、砲弾不足などでもうウクライナはこういう単発的な攻撃が精一杯になってきてるのも事実。それに、たとえアメリカからの大規模支援を受けられたとしても、ロシア軍が構築した防御陣地を突破できる力がウクライナ軍にあるのか疑問でもある。A 国防省、ウクライナにレーザー兵器供与の可能性示す。製造を加速させたいと。イギリスのグラント・シャップス国防相は12日、ロシアのドローンを撃墜できる高出力レーザー兵器をウクライナに供与できる可能性があると語った。シャップス国防相によると、レーザー兵器ドラゴンファイアの供与が実現すれば、ウクライナでの紛争にとてつもない影響を及ぼす可能性がある。ドラゴンファイアは2027年までに配備される予定だが、製造を加速させてより早期に利用できるようにしたいとシャップス氏は述べた。イギリスは1月、空中の標的にレーザーを発射する試験を行い成功した。同国は当初2032年までの実用化を目指していたが、兵器調達スピードの加速を狙った A 政府の改革によってすでに5年前倒しされていた。シャップス氏はこれをさらに加速させたいと語った。ウクライナ人がドラゴンファイヤーを手にするためには 100% 完璧なものでなくてもいいはずだ。イギリス国防省は配備予定を急ぎ前倒しするのは、イギリスが直面する脅威環境が急速に変化している状況に対応するためだとしている。完成度 99.9% を達成してから実戦投入するのではなく、70% 程度にまで達成したら投入し、そこから開発を進めるという流れになっているとシャップス氏は述べた。しかし、現時点では実用化の時期は依然として2027年のままだと続けた。A 国防省によると、ドラゴンファイヤーは1キロ離れた場所から1ポンド効果を攻撃するのに十分な精度を備えているという。ドローンなどの標的を撃ち落とせる、ミサイルに代わる低コスト兵器への道が開かれることが期待されている。レーザー兵器の最大の利点はコスト面だ。そして理論上は信頼できる電源さえ確保できれば、弾薬を無制限に弾倉に込めることができる。一方で大半のミサイルとは異なり、直線上にある目標にしか発射できないという欠点もある。アメリカは数十年にわたり指向性エネルギー兵器を試してきた。現在はいくつかの軍艦に搭載され、試験と評価を行っている。
レーザー兵器はこれまでのところ実戦で試されたことはない。アメリカの軍艦は今も通常のミサイルを使って公海上でイエメンの反政府武装組織フーシ派のドローンを撃墜している。ロシアはこのところウクライナの送電網を絶えず狙っている。電源力を必要とするレーザー兵器がウクライナが抱える喫緊のニーズへの解決策となる可能性は低そうだ。民間人の命を守るためにもこれは急務だ。すぐにやってくれ。プーチンはこれまで人道上の配慮からミサイル攻撃を控えていたと言っているが、結局やっているじゃないか。いや、これはウクライナにロシアのエネルギー施設を攻撃された報復だと言うかもしれないが、そもそも戦争は報復の試合だ。ウクライナも自国を攻撃されているから反撃しているのである。人道上の配慮などという耳が浮くような言葉をこういう時だけ使うんじゃないと言いたい。とにかくウクライナの防空能力を増強するのが急務だ。ロシアの兵器生産拡大、中国の支援が大きく寄与、米当局者。中国がロシアによる国防産業基盤の強化を大々的に支援しており、ウクライナとの戦争を続けるロシアは、ソ連時代以来となる野心的な軍事生産拡大に乗り出していることが分かった。バイデン政権高官が明らかにした。中国が提供している支援には、大量の工作機械やドローン、ターボジェットエンジン、巡航ミサイル向けの技術、超小型電子部品、ロシアが兵器の推進剤に使用しているニトロセルロースなどが含まれる。当局者の一人によると、中ロの企業もロシア国内でドローンの共同生産に取り組んでいるという。中国の支援がウクライナにおけるロシアの継戦能力に大きな影響をもたらす一方、ウクライナ軍は装備品や兵器の不足に悩まされているのが現状だ。米連邦議会の共和党議員が新たな対ウクライナ軍事支援案の採決を妨害し続けている状況も、ウクライナの問題を一段と悪化させている。米欧州軍のカボリ司令官は今週の議会証言で、ロシアは2年余り前のウクライナ侵攻以降、軍の再建に相当程度成功しており、その能力は概ね侵攻前の水準に戻っていると明らかにしていた。米当局者は今回中国がこうした急速な軍備増強に大きく寄与していることを明確にした形だ。中ロの協力関係の進化を示す数字としては、2023年にロシアが輸入した超小型電子部品の9割が中国製だった点が挙げられる。二人目の当局者によると、ロシアはこうした超小型電子部品をミサイルや戦車、航空機の生産に使用しているという。ロシアの砲弾生産の急速な拡大も中国から輸入したニトロセルロースによるところが大きい。CNN は今年、ロシアの砲弾生産量はこのままいけば米欧の3倍近くに達するとみられると報じていた。国防兵器だけにとどまらず、中国はウクライナで使用される人工衛星その他の宇宙能力でもロシアを支援しており、ウクライナ戦争で使う画像も提供しているという。ウクライナ戦争の開始当初、ロシアの国防産業は米国の制裁や輸出管理で大きく後退したが、中国からの支援がこの穴を埋めている状況だ。バイデン米大統領は今月、中国の習近平国家主席との電話会談で、ロシアの国防産業基盤へ中国の支援に懸念を表明。他の当局者も同様の懸念を中国側に繰り返し提起している。ロシア、日本牽制か。北方四島周辺海域で航行禁止通知。
ロシア政府が11から17日にかけて実効支配する北方四島周辺の海域でロシア船籍以外の船舶の航行を認めない措置を発令し、日本政府に通知していたことが分かった。日本外務省は12日、北方領土は日本固有の領土で受け入れられないとロシア側に抗議。ロシア側の狙いは不明だが、岸田文雄首相の訪米に合わせて日本を牽制した可能性がある。海上保安庁によると、11日午後11時ごろ、ロシア当局から同日午後8時から17日午後8時にかけて、北方四島周辺や千島列島付近の海域で外国艦艇の無害通行権を停止するとメールで通知があった。ロシア側から理由の説明はなかった。ロシアが北方領土周辺で外国艦艇や航船の航行を認めない措置。外務省、日本固有の領土と抗議。ロシアが11日午後8時から17日午後8時までの間、北方領土周辺で外国艦艇や航船の航行を認めない措置を出したことが分かった。外務省は12日、在日ロシア大使館に対し、北方領土は日本固有の領土であり、措置は受け入れられないと抗議した。国連海洋法条約は、沿岸国の安全を脅かさない限り、他国の領海を自由に通行できる無害通行権を認めている。沿岸国は自国の領域で、必要な場合、無害通行権を停止することも認められており、今回の措置は、ロシアが北方領土の領有権を主張する狙いがあるとみられる。